現在版タイガーファンディングではどうぞ失礼いたします。 一人の志願者が新たなキャリア獲得を目指してトラへと挑むではまずご経歴をどうぞはい竹山温人21歳愛知県在住最終学歴は大学卒業見込みですあなたが思い描く未来の姿は新卒としての自分の可能性を試したい 新しいキャリアをつかみ取れ、キャッツ・ザ・ファーあなたの簡単な経歴を教えてください。はい、現在、大学生ということもあり、社会人経験がないため、これといったキャリアはありませんが、小学2年生の頃から今年の8月まで、約15年間、学生野球をに打ち込んできて、でアルバイトでは、えー、<laughs> au ショップの店員として、約2年間、営業の経験ししてきました以上です、えー、今後のキャリアプラン、どのようにお考えですか もともと警察官っていう夢がありお手元の資料にもあるとおり法学部に入部しましたただ大学2年生の時に SNS で谷本社長の動画に出会ってそこで警察官じゃなくて僕にしかできない授業でもっと社会に貢献したいって思うようになりましたそれで今回人材版のタイガーファンディングを開催するっていうのを知ってあこれであの いろんな社長の方と出会ってもっと自分の可能性を試したいなと思って子供に参加させていただきましたはいありがとうございますなんか最初のあれだけですけどまともそうな人が来ちゃいましたねそうです大丈夫そうですまともそうではいも、はい、ちろです大丈夫、はい、緊張してますかめちゃくちゃしてます今心臓が多分ないです心臓がない <laughs> 鼓動が 感じないですそれにしはいい映画を出てますけどね本当ですかはい、ありがとうございます第一印象めっちゃいいっすよありがとうございますその調子でいきましょうかはい頑張ります結構珍しい名前じゃないですか珍しい名前ですねあるとはいこれはどういう思いで親がつけた名前なんですか一応聞いてるのは僕の両親が音楽が好きみたいで特に僕の父があの専門学生時代にもうバイトで稼いだお金を全部 CD につぎ込むような父で そこからあるとソプラノテノールのあるとを取って響きがいいっていうのでアルトにななりましたあなるほどね、はいえー、ちょっとね最近こういう名前だと採用しづらいとかね、はい、そういうのもあるじゃないですか<ー>なんかキラキラネーム的な、はい、そういうのって感じたりすることあります、はい、全くないですねむしろ名前で覚えていただけることがどこの場所に行っても多いですね。 確かに私の下の名前がひろただていうんですけれども、はいまあ、音だ丈のインパクトがあまりに強すぎるのもあるんですが、はい、誰もやっぱりひろただていう認識を持たないですし、はい、特に海外の方はひろただなんて長すぎて覚えないんですよね。その点、はい、アルトさんは海外の方からも親しみやすく覚えやすいお名前かもしれないですね。ありがとうございます。 確確かに確かにに1個聞きたかったんですけど大学2年生の時っちょうど2年前ですよね、はい、で SNS で私の動画と出会いって書いてるんですけど、はい、私ね2年前ってまだ谷本家って YouTube も解説していなくて、はい、特にどの動画だろうっていうのが全く思い浮かばないんですけどあ、はいこれなんですけど、はい、あの谷本社長が出られてるニュース番組か何か分からないんですけど僕 TikTok ですごい野球を見るので。 多分谷本社長の会社の女子硬式野球チームを特集しているニュース番組が TikTok で流れてきてそれを検索して見たらあこんな会社があるんだっていうのでそこで谷本社長を知ってってていうなるほどじゃあ僕がやっている SNS というよりも<あ> TikTok で切り抜かれた動画を見てくださったと多分地元の僕はちょっと名古屋にいるんですけど地元の大阪か何かのニュースだと思います。あはいいいわかりりままました、はい、ありがとうございますすいません 嘘じゃなかったですね。はい、嘘じゃなかったです。結構ね、<laughs> あのいろいろ切り抜かれてましたんで。<laughs> あ,あ、よかったです。ちょっとあの面接の時、いつもため口で喋るんで、ご,、はい、ごめんね、大丈夫です。はい。あの大学四年生。はい。ね。はい、これ多分皆さん思ってらっしゃると思うんですけど。就活してないの。就活は周りより早いタイミングで、むしろした方だと思います。うん、いつしたの。大学三年。生になる、本当に二年生の。うん。 冬とかからいいろろ調べ始めて、うん、多分周りよりも一番先にそういうアプリを入れてまずはちょっと僕ずっと警察官が夢っていうのもあって、うん、就活はもう二の次だったんですね公務員試験の勉強がメインなので、うん、でも大学2年生的にタイム社長の動画を見て、はい、警察官じゃなくて<あ>じゃないのそうですでもうちょっと揺らいでる時期ですねあのそういうのがあるんだうそういうことをしてみたいって思ったんですけど、うん、物心ついた時から警察官がずっと 夢で叔父、うんまあ、が警察官なのでそれでやっぱりこうパンってやっぱりすぐ切り替わるっていうのは難しくてで就活もしなきゃなでも公務員っていうのもあるから早いうちにやろうっていうのでいろいろやって、うん、で結構まあ56社ぐらいの方結構喋ったんですけど、うん、なんかパッとしなくてやっぱり谷本社長の動画のイメージも作くってこういうキラキラした社長のもとで働いてみたいっていうのをすごい思って、うん、はい。 さんのどのの辺が僕ね、きらきらキャラじゃないんで,、ね、<laughs> ですよね、はい、どこがきらきらするかですかいや、なんていうんですかね、目と雰囲気と言いますか、なんかこう、心を燃やして、楽しんでる感がすごい <laughs> あ、分かんないですよ、初めてお会いしたのでっていうのが、動画上ですごい伝わってきて、あ本当にこの人、すごいなって、ピンってきたっていうのはあって、まだその瞬間しか見てないので。 なんか初月だからやらせでも連れてきたんちゃいますよね。違います、違います。<laughs> はい、いや、サイコパスっぽくない目、ね。ちょっとそれは。<あ>でしょ令和の虎 <laughs> もあのちょこちょこ僕見るんですけど、なんかこう、いろいろ関西弁でガツン。令和の虎で一番サイコパスっぽい,とっぽい社長誰よトモハッピーさん,ん、ね。そな。間違いないね。ヤバルさん、そう思いませんか思 <laughs> いません。思いません。<laughs> <laughs> いやそもそも週内定は承諾したりとかして就活は終わらんかったってことそうこといいとこなくてずっとこうピンとこなくてでその時に谷本社長ちょっと覚えてるかどうか分かんないですけど僕、DM を送ったことがあって谷本社長帰ってきました、うん、その頃ちょうどまだ多分インスタを始めたばかりか分かんないですけど運がよく帰ってきてであのなかなかいろいろご相談をさせてちょっと軽くお長い文章で送ったんですね。 ちょっと時期は僕もなんかちょっと思い出せないのであれですけど送らさせていただいてでその時に返ってきた答えが就活は人事の方会社の表面しか見えないから会社のトップ社長と会ってみたらどうだっていうアドバイスをいただいたのもめちゃくちゃいいアドバイスですごめんさ全く覚えてないです,いいですかたくさん DM いただいてでで、まあ、暇があれば返すようにしてるんですよ、まあ、その中の一人だったのかなって今思ってるんですけど まあいいアドバイスしたんですよねああそ,ですでその後大学、僕たちの大学で僕の大学の卒業生の方たちが結構いろんな企業の社長さんが多いんですね。でそういうイベントで実際に結構何社ともいろんな社長さんと喋らせていたお話しさせていただいたんですけどどうしてもピンとこなくて。この企画って最近いやんね最近、はい、結構もう <シ>もう就活終わってる子って、だ来週内定式、いやん、うちも内定式あるけども、どうするつもりな部活の監督から結構、ここのまあ部活をやってるので、ここの会社どうだっていうのはずっと言われるんです、で、監督にも相談していて、なかなかピンときてない、でももうちょっと自分なりにも探したいっていうのは相談させていただいてて、内定どこかいただくっていう状況は部活をやってるので、監督から推薦はいただける状態ではあります。 現時点でで内定をもらっていいいる会社はななすだけどこれから監督推薦でどこかには入うな気配はあるということですありまあでもキラキラしてる人が今のところいないとどうだ今日はどうなんだこれ会った瞬間なのでちょっと僕は圧を感じているといいか顔がキラキラしてるいやそのいちょっと緊張してでもんかこれせっかく5人虎の方が並んでてねそれぞれに。 会社やっってらっしゃゃるじゃないですか、はい、で皆さんが何を言おうが彼最終的に谷本さんのところにいたいだけじゃないんですかこれいやそれはそこまでお会いしてみたいなっていうのは思ってたん、ね、で主催っていうのも聞いててただ僕は、まあ、トモ・ハッピーさんともお会いしてみたかったですし、まあ、レイアントのファンだったのでそれで、まあ、いろんな社長の方と会って僕のイメージキラキラしてる方たちばかりだったのでそこで、まあ、いろいろいろ 決め、僕がこう見るっていうのはあれですけど、決めさせて。最終的にな、何がしたいんですかね。今、なんかぼやっとしてるというか。ラファエル株式会社代表、企業家ユーチューバー、ラファエル。アパレルジュエリーから、賃貸不動産業、ビジネス交流会に、国内最大級のライブ配信事務所。アンカラット、カレーパン、小麦の禁断症状まで、アマゾのビジネスを手掛ける実業家の顔を持ち合わせる。時給日本一の仮面ユーチューバー、大天使ラファエル、いかなる被害者に手を差し伸べる。最,最終的にな、何がしたいんですかね。今、なんかぼやっとしてるというか。 ど,どういうい職種に就きたいんですか、うん、職種はやっぱり僕2年間あの営業のアルバイトさせていただいたので営業はやっぱり楽しいなと思って営業はやりたいなと思ってますやりたいのは営業職なんですね、はい、ただどの商材を扱うかっていうのは正直あんまりパッとしてなくて仕事、まあ、営業職での、まあ、商材とか仕事っていうよりはプラスアルファ魅力的な社長さんに行きたいそうですっていうことなんですね可能性とか自分をこう成長させていただけるような場所に身を置きたいなっていうのは考えてます ちょっと営業成績のことを突っ込みたいんですけど某大手携帯ショップの店員でエリアで1位とか、はい、総合的な販売成績で2位を獲得ってあるじゃないですか、はい、これ、継続し1回きりそれを獲得されたのかずっと継続されて順位上の営業成績を収めたのかどちらですかえっと総合的な順位に関しては1か月だけです1つの商材に関しては2か月か3か月 おそらく2ヶ月だったと思います具体的に、まあ、もし差し支えなかったら何をどれくらいの量を売ったらこんな成績になるんですかセキュリティのノートンっていう、まあ、携帯に入れるあのソフトなんですけどそれを1か月に僕は、えー、15件販売して2位の方は11件でそれ以下の方は10以下っていうような状態でした。うん、そこの部分でご自身が まあ他の方よりも成績を出されたと思うんですけど何かこ,うこれに注意して僕はアルバイトですけどやりましたよみたいな、はい、営業の上で注意したことまあそうですねお仕事される上で意識していたこと,と意識していたこと、はい、やっぱ知識の部分でやっぱり僕の方が絶対知識は多いじゃないですかショップ店員なので多いなっていうのは思ってたのでお客様と同じ目線になって話すっていうのは一番心がけてました っていうのも僕のショップの年齢層がまあお年を召した方が多い地区なんですねだからセキュリティのことを言われても何それいらないとか娘に全部任してるからって言われちゃうことが多くてでそういう時は相手の目線に立って同じあの土俵で自分だったらどう考えるかなっていうのを一番に考えてお話をさせていただいてましたちょっとあの初月なので収録が皆さんの会社がどんなお仕事をされている会社なのかと 今までの話を聞いていただいて、竹山くんが入るんだったら、こんな職種があるよっていうことも含めて、<っ>順番にちょっと簡単に説明してもらってもいいですかね。すみません。ラヴァルさんからお願いしますあ。営業に関することで言うと、えーまあ、日本で一番大きなライブ配信の事務所持ってたりするんで、そことかだったら営業の枠があるのかなっていうのと、あの以前僕がそのこちら出させていただいたときにあの、PR させていただいたカ、えー、レーパン屋さんの FC とかメニューライセンスを取ってくる営業マンを今ちょうど募集しているのと、と最近、不動産も始めたので、そこの営業マンかなっていうぐらいですかね。はい、ありがとうございます。竹野下さん。はい、私はもともと、医療介護福祉に特化した人材紹介、紹介はい、派遣ではなくて紹介ですね、はい、の会社を24歳の時に起業して、はいで、一度業界ナンバーワンにまで上り詰めて、 で一旦それをまあ事業売却という形で、まあ、外部の社長さん、CEO にバトンタッチをして、でもう一度、えー、同じ医療介護福祉の人材で起業、今年の1月からです、ね、スタートをしてで、もう一度業界ナンバーを目指すということで動いているんですけれども、そこのキャリアアドバイザー、転、はい、職支援をするキャリアアドバイザーです、ね、のお仕事でのまあ採用になるかなと思ってます。あありりがががととうううごござざいいいまますすすははさんでちフィリピン人専門の はいあの,家事代行の会社をやってます、はい、なので営業っていうことでいうとまあお客さんのところに行って、えー、家事代行を試してもらって契約をしてもらうというのがまあ一番近いですかね。はい、はいはい 尾武さん僕も非常に興味があるんですが、はい、どんなお仕事をされてるのか、うん、はい尾戸竹と申します大学三年生の時に五体不満足』という本を出してからまあメディアでお仕事をさせていただいたり本を出したり講演会の活動をしたりということがメインなので、まあ、もし営業ということであれば ある意味音竹博多という商品をどう営業していくかどうプロデュースしていくかということが延長線上にあるのかなというふうには思いますただまあまずは付き人として私と一緒に日々動いていただいてその中から私の特性だったり私の魅力というものを見出していただいてそれをどう売っていくかそういったことをご提案いただくというようなところからなのかなというふうに思っています、はい、はい、ありがとうございます,います改めて はいさんもそうですねあの、はい、営業職で従事できるとすればまずは人材派遣とか人材紹介の部署があるのでそちらの営業もいいですしまた弊社のメインが介護であったり看護であったり保育であったり福祉があるのでそこの利用者さん入居者さんなどを病院などに営業へ行くっていうスタイルもありますしあと弊社が最近始めた美容店舗 を今フランチャイズ加盟店を募集しているという部署もあるのでそこに対して、まあ、ラファエルさんとつんでいるんですけどもフランチャイズ加盟店開拓であったりとかそのサポートなどのお仕事っていうのも付加するようなお仕事として、まあ、おそらく竹山さんがしたい仕事は何かしらあるんじゃないのかなと思います虎たちのオファーをつかみ取るため挑む若き志願者順調な滑り出しを見せる序盤戦このペースを守りきれるか トたちとの問答は続くまあ今聞いてもらって、はい、他かの○○番っていうのは基本的には虎側からぶわーと質問を浴びせてそれに志願者が答える立場なんですけど今回彼が就職をしたい会社を彼が見つけるっていう世界もあるので、はい、ぜひあの今5人聞いてもらったう、はい、あでどなたでもいいですからもう少し掘り下げて聞きたい質問があればどんどん出してくださいよ。はいどう、はい 今、ちょ滝野下社長の会社<私>。はい、あ、はい、すきみ。<お>その人材紹介っていうのが少し気になって、<laughs> あんまり僕、にあんま聞いたことがない。どういう職種なのかなっていう、<ー>僕のイメージはリクルートさんとか、まあ、そういうのはイメージなんですけど、人材紹介。っていうのは、どういう会社なか。えっと、転職をしたいっていう、介護士さんとか。まあ、保育士さんとか、看護師さんがいたとして、はい、その方に、その方の、相談に乗って。 でその方の条件に合う求人、まあ病院とか保育園とか介護施設をご紹介してマッチングをするっていうビジネスになります。あれだよ。要はリクルートって広くあまりなくいろんな企業相手にしてるけども、多分竹下さんのところは介護業界な家業業界に特化したリクルートみたいなことですね。そうですね。はい。はい、ありがとうございます。新卒でもなんかそういう相談に乗ってくれるような合うじゃないかな使ったことないかのエージェントみたいな。 学校のあキ,ャあキャリアセンター、はい、あそれの、まあ、有料版みたいなあ,、はい、ありがとうございます私からもいいですか、はいあのー、ここまで本当に火の打ちどころがないと言ってもいいぐらい皆さんもおそらく高評価だと思うので、まあ、ちょっとあえて厳しい視点からご質問させていただきたいんですけれども。はい、ダイガーファンンディング衝撃の参戦 作家乙武洋匡大学在学中に出版した五体不満続は今や誰もが知る名著スポーツライター小学校教諭と業界の枠組みを超えて活動600万部超えの超ベストセラー作家として執筆を続ける多様性社会実現のために既存の価値観を覆す新時代の志願者を待つまあ手元の資料に、えー、小学校2年生から 15年間野球を頑張ってきた、はいまあ、ただ怪我の影響などもあってなかなかレギュラーにはなれなかっただけど、まあ、控えの選手として一生懸命頑張ってきたっていうガッツをあの自己アピールとして書いてくださってるんですけど、はい、これ逆の視点から15年も続けたことが判断ミスだったっていうことはないですかないですねうん、うん、っていうのはもともと野球は好きでずっと続けていてでやっぱり。 小学校中学校高校大学全部怪我を1回経験してて、まあ、技術的な面でもなかなか出れなくてでも負けたくなくて僕自身めちゃくちゃ負けず嫌いで,でやっぱり怪我してると雑用ばっかりやらされるんですね服た,たんどいてとかボール拭いといてとかやっぱそういうのを経験したからこそ逆に負けたくない最後まで戦いたいっていうのがずっと心にあって15年間続けました。 あのそれを根性があるねっていう評価もできると思うんですけれども、はい、裏を返すとすごくかたくなで、うん、例えばそれが仕事になった時に、はい、うまくいかないやり方にこだわり続けて何度もチャレンジしてまたうまくいかなくてこれ違うやり方だったらもっとうまくいったはずなのにそのやり方に固執してしまう方って結構いらっしゃるんですよね、はい、もしかしたら竹山さんそっちになっちゃうんじゃないかなっていう不安も感じるんですけれどもその辺りどうでしょう そうですねやっぱり最初は頑固で後輩がレギュラーに出ることも多かったんですねやっぱ聞けなくてどうしたら打てるとかプライドがあるじゃないですか聞けなかったんですけどもう大学生になってそこまで助言が厳しくない環境で野球をやるようになってから人に聞くことって大事だなっていうのをすごい思ってそこから柔軟になるようにはなりました多少ですけどはいありがとうございます、はい、これ大学ってスポーツ推薦で入ったの えっと、僕たちの部活は推薦がないんですね、うん、公式野球部ではなくて、準公式野球部、ああちょっと家庭がそこまで裕福じゃないので、自分のお金で大学に通うっていうのを両親に話して、奨学金とアルバイトで大学に行ってるんですけど、公式野球部だとバットが折れたりとか、で1本数万円もするので、絶対に無理だなっていう、うあと技術的にも出れてない選手だったんですね。だからもっと出れるような場所で やりたいいいっっってててううののもあって式野球っていうのを選んで、うん、あそれはいいんだけど、はい、えとちょっとなんか一個腑に落ちないのが準公式も普通に週4とか練習するよね,でね、はい、で土日は練習試合あったりするよね、はい、多分 au ショップの一番稼ぎ時って土日じゃない平日なの土日が多いですねよね、はい、でその野球で土日やって au ショップ一番なるってど,どういうからくりがあるのかなと思って。 そこなんですけどからくりは別になくて試合って日中昼間やってるよねでも土曜日は午前中が部活の時間で、うん、まあ練習時間でいうと月曜日が夜の6時から9時まで、うん、で水曜日金曜日が朝の、えー、7時から授業始まる一元の時間まで、うんうん、で土曜日が午前中、うん、でその空いた時間ですね週3とかでバイトに入って。 でそもそも僕他の商材で絶対勝てないって思ったんですねやっぱり正社員の方がほとんどなので絶対に勝てないなと思ってでこうラ,ンランキング表みたいなのが出るんですよそこでこうボーッと見てる時に俺セキュリティ誰も取れてないなっていうのを見てあじゃあここ頑張ったらあの就活とか何かで1位になったっていう話題にもなるなと思ってそこだけすごい頑張っ、まあ、とにかく頑張って<ー>でなんとか。 一になったっていうだからたまたま勝てたっていうたまたまではないと思うんだけど戦略ですよね戦略これポイント高いね今のは話はだからもうそこだけで本当にしっかり勝負したっていうようなそうか何聞いてもお前とかは知らせ田村さん今まで聞いててどうそうですねもう本当に皆さんおっしゃってるように日の内どころがないというか完璧なんですけどまあ強いて言うなら引っ掛かるところで言うと 自分が変わりたいっていう思いがもちろんおっきいと思うんですね。な,なんか、輝かしい未来みたいな想像いろいろされてると思う。まあ若いんで、僕もそうでしたし、いいと思うんですけど、まあ、死というのはその野党側の社長としては、そのか、僕らに対して何してくれるのか、うちの会社に対して何をしてくれるのかっていうのをやっぱり正直ベースで思ってるんで、変わりたいとか、人生変えたいんですって言われても、いや、それをそっちで勝手にやっといてっていうか、こっち、こっちをどう変えてくれるのかっていうのがやっぱり望んでるというか、 いやおっしゃる通りです、ねはいはい、自分の成長のためにこの会社になりたいっていうのはおおこがまししいと思うんでですすよねねっしゃる通りです、ね、なのでそれを踏まえた上でどうラファエルさんの質問に何ができるうーん自分に今できることは本当に営業だったりとかもう今持ってるこの性格が一番なので、まあ、会社の雰囲気っていうのは、まあ、少なくともまあ活気づけたりとかはできるかなとは思うんですけど数字の面で どう貢献できるかって言われたらちょっと難しいんですけどただ与えられた場所で与えられたあの結果はもちろん出す自身はあります虎たちの質問に対し丁寧に言葉を返す志願者誠心誠意挑むその態度に虎たちが心をつかまれる次回後半戦物語の結末を見逃すな。 素直さっていうのが一番かもしれないです。もうん、そんな感じ。あんましないんだけどな。意外とおっしゃる通り、なんかやめていきそうですね。すぐに。に